吉田さん、やっぱりね、チャンスがあると、自分でやれば道は開けるんだと、運命は自分の力で切り開いていくんだと言えばですね、いや、それでもね、みんながみんな YouTuber になれるわけじゃないだろうとかね、みんながみんな成功するわけじゃないだろうっていう意見出るんですよ。みんながみんななれないです。だから、あなただけは成功してくださいってことを言ってるんですね、私はね。他の人がどうあろうとも、地球の人口75億人が全員ね、よっこらしょっていうふうに、平等で公平なチャンスをつかむことはありえません。だから順番なんですよ、これは。誰から順番につかむかなんですよ。誰から順番に手を伸ばしたかなんですよね。で、手を伸ばして、つかめるまでしつこくしつこくやるだけですよね。で、脱落した人から諦めた人からそのチャンスは失われていって、最後までやり続けた人はもうね、誰もいないところで一人でこうやってね掴むわけですよ。例えて言えば、あの椅子取りゲームあるじゃないですか。椅子は1個なんですよ、例えばね、1個なんですよ。で、10人がかりでわーっていくんですよね。でもある人はね、うわ、椅子が1個、ライバルこんなにいんのか、どうせ俺無理だよって言ってもう行くのやめるんですよ。そういう人が何人かいるんで、本気で椅子取りゲームの椅子の周りにたどり着くのって3人ぐらいなんですよね。で、その3人の中で椅子取りゲームの椅子に座るぞっていう時に、お互いの姿を見て、うわちょっと怖そう強そうみたいな感じで勝手に2人ぐらい諦めていって、1人がよっこらしょっと座って終わりですよ。もう本当にそんなもんですよ。いや、あのね、なんでお前なんかがそんな善意のことをもっともらしく語ってんだよみたいなことね、思うかもしれませんけども、そうなんですよ。この程度の人間でもそれができるんですよ。ただ一つ、みんなが辞める中辞めなかったっていうだけなんですよ、しつこくね。まあ逆に言うと、他の道がなかったからね、これやってるとも言えますけどもね。あらゆるビジネス、あらゆることで失敗してきて、店舗も潰してきて、会社も潰してきて、従業員雇ったけどうまくいかなくって、派遣社員にもなれなかった私がですね、最後の道として何をやってもダメだから、もうあとこれしか残されてねえやみたいな感じでスマホアプリ行ったというねただそれだけですよ。だからいろんなチャンスがある人は、それこそ就職できる人はそっちの方があるから、あの選択に迷うんでしょうね。こっちでも固い人生を送れる、こっちのチャンスでもリスクがあるしなってなるんですよ。いや、私はね、リスクもチャンスも関係なくそっちにしかもう道がなかったんで行っただけですよ、だから正確に言うと、しつこくそれをやったっていうよりも、もう他に私を受け入れてくれる環境がなかったと言いますよね。その選択肢がなくって、手持ちのカードが1枚しかなかったというね手持ちのカード1枚しかないから、それ出すしかなかったんですよ。で、そうしたらね、あの目の前の人はたくさんのカードを持ってるのに、私が1枚しかカードを持ってないことに恐れをなして、不戦勝なんですよ、私は。だから、で、勝負してないんですよね、だから誰ともむしろね、カードが5枚の人対カードが5枚の人で戦った方が面白いんですけども、カードが1枚の人とカードがたくさんある人と戦ってるんで、戦っているというかね、試合が決まったんで、ウサギと亀じゃないですけども、あんなやつにはいつも勝てるよって感じで、私がリングに登った時に誰もいなかったんですよねただ本当それだけですよ、試しにね、 YouTube1 万本アップロードしてみるといろいろ見えると思います。でもやらないでしょ、試合放棄するでしょってことなんですよ。結局そういうことなんですよ。いってらっしゃい。